細川忠興、細川忠興、長岡忠興は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、丹後国宮津城主を経て、武前国倉藩の初代藩主、日後細川家初代。足利氏の支流、細川氏の出身である。性質は、明智光秀の娘、玉子、通称、細川柄社。室町幕府将軍、足利義明追放後は、 長岡市を称し、その後は、橋橋も称したが、大阪の神後に、細川市へ服した。足利義明、織田信長、豊臣秀吉、徳川栄康と、時の有力者に仕えて、現在まで続く、日後細川家の基礎を築いた。また父、雄斎と、同じく、教養人、茶人の細川三斎としても有名で、利休なの明の一人に数えられる。 佐藤の流派三祭流の海祖である。a 六六年、1563年11月13日、室町幕府第十三代将軍、足利義照に仕える細川藤高、有罪の長男として、京都で生まれる。母は、沼田光圏の女、邪行、後の孔人。義照の命により、一族、欧州家の細川明行の養子となるが、この養子縁組は、 系府上のものであり、その後も、ジップ、藤鷹と行動を共にし、両国も継承した。A6 の編の後、藤鷹や明智光秀らは、尾張、美濃の大名、織田信長を頼って、吉輝の弟、吉明を第十五代将軍に擁立したが、やがて、信長と吉明が対立すると信長に侵入した。忠興は、信長の着難、信忠に仕えた。 天正五年、1577年3月、15歳で、奇襲征伐に加わり、偉人を飾る。10月に、信長から離反した、松永久秀の武将、森秀光が立てこもる山と片岡城を、父やその領友、明智光秀と共に、落とし、死に山城の戦。10月2日、信長直筆の感情を受けた。天正六年、 1578年に元服、信忠より返帰を受け、忠沖と名乗った。また、同年8月には、信長の仲介を受けて、光秀の三女卵、ガラシャと昇竜事情で結婚する。主君、信長の構想に基づく命令による婚姻であった、ことに特徴がある。この時、信長の命により、供養を縄文とし、これが、細川家の家門となった。以前、 忠だが信長の小刀の柄に供養が描かれているのを大変気に入っていたことを信長が覚えていたためと言われる。天正七年、1579年には信長の命を受けて父や光秀と共に丹後死後だった武部山城城主一式義道を滅ぼした。天正八年、1580年、父、藤高は孔により丹後南半国の領主となる。 北半国は一式三つ神の両国。天正九年、一五百八十一年の京都、大間揃えにも若年ながら一式万神だと共に参加する。この際に、信長が来た、食くれないの二式のこそでは、忠沖が系で探し求めて、信長に献上したものだという、信長後期。天正十年、一五百八十二年六月、学府、明智光秀が、 本能寺の変を起こし、藤高、忠興府市を味方に誘ったが、細川府市はこれを拒否した上、卵を単語国の味はにの、現在の京丹後市八坂町、須川付近に閉ざした。遊兵されていた屋敷跡に、女城跡、音の屋敷が現在も建っている。細川府市に協力を断られたことは、三秀の滅亡を決定的にしたと言われ、三秀は13日に、 山崎の戦いで敗死している。このように本能寺の変において、速やかに啓発して、潮意を表し、光秀には組せずの姿勢を明確にしたため、忠興と同じく光秀の婿だった、津田信巣とは異なり、光秀との内通を疑われ討伐されることもなかった。また忠興はこの時、父が隠居したので両国である、丹後南半国を譲られ、丹後宮津城主となった。その後、 直天下人の地位を狙う橋場秀吉に吉見を通じ、同年9月には、小田政権下では、実父・藤鷹の同僚であった北丹後の一式満身を殺した後一式家球心を攻め滅ぼし、秀吉から丹後全域の領有を許された一式満身は、山崎の戦いで、秀吉に組みせず、光秀側についていたため、秀吉にも敵対視されていた。そして、 北丹後の元一式法の諸城に軍勢を率いた重臣を派遣し、丹後一国の平定を成し遂げた。天正十二年、1584年の小牧、長久手の戦いに参加し、天正十三年、1585年には、十四人した、自重に助任し、秀吉から、橋場勢を与えられ七将に数えられた。その後も、天正十五年、 1587年の九州征抜、天正18年、1590年の小田原征抜に従軍した。天正16年、1588年、豊臣政を可視される。文禄元年、1592年からの文禄の役では九番隊に属して上陸し、継承道などの制圧を担当した。10月には、長谷川周一らと第一次陳述上攻防戦に、 参加し、前哨戦で継承右兵士の劉隆人を討ち取ったが、工場戦で陳樹城を落とすことはできなかった。翌文禄二年、1593年6月の第二次、陳樹城攻防戦にも参加して、陳樹城を陥落させた。文禄四年、1595年の秀治事件では、秀吉の甥い、豊臣秀治に借金があったために、秀吉に権威をかけられたが、 松井康幸が奔走し、金子を用立て、秀吉に返納した。この時に、金子用立てに力を貸したのが、徳川家康である、細川焼松井家父。慶長三年、1598年八月に、秀吉が死去すると、石田三成らと対立し、徳川家康に吉見を通じた。慶長四年、百九十九年には、加藤清正。 福島正則、加藤義明、浅野義長、池田晃正、黒田長政らと共に三襲撃に加わった。同年、豊臣家の大老の筆頭であった、家康の推挙で、単後十二万国に加え文語国旗付き六万国が、加造され、城代として、重臣の松井康行、有吉立行を置いた。これにより、都合十八万国の大名となった。 徳川家康からの、味方につけば、単語の隣国である、田島一国、十万国を信ぜようということを受け、慶長五年、千六百年の関ヶ原の戦いでは、東軍に組みした。この時、豊臣温子の有力大名である上、父と性質が在京していたため、その居衆が注目されたが、東軍に入ることを、いち早く表明したため、 他の豊臣ト子の大名に影響を与えたと言われている。大阪城内の玉作りの細川屋敷にいた妻の卵、ガラシャは、西軍の襲撃を受け、人質となることを拒んで自害を余儀なくされた。護衛であったはずの稲富ユ次家は、包囲部隊に弟子が多数いたため逃げるうに懇願され、ガラシャを置き去りにして逃亡した。 忠興は後に追悼をかけるが家康が家来として召しかえかたため断念した。また、この事件に際して忠興は、嫡男、忠隆を拝着している。また、弟の幸隆と父の雄彩は、忠興の留守をよく守り、丹後田辺城に登城したが、田辺城の戦い、御用税天皇からの直命により関ヶ原の戦いの前に開城し、 敵将、前田主下活の丹羽亀山城に入った。文語国では、飛び地の木月の木月城が、丘陵州、元文語国主である、大友義宗に攻撃されたが、松井康行と有吉立行が防戦に尽くし、やがて救援に駆けつけた、黒田上水により、石垣元の戦いで義宗は打ち破られた。一方、松井康行の居城である、久美浜城の留守を守っていた、田の、 かつての養父、細川明行は、西軍の誘いを受けて、組城を占拠したが、合戦後に、安行から問い詰められて自害したという。9月15日の関ヶ原本線で忠沖は、黒田長政らと共に、石田三成の本体と戦闘となり、至急を136上げたとされる。徳川家康は、重心からの進言により、田島一国の火動は実行しなかったものの、 慶長五年、千六百年の論功交渉で、単語十二万国から、武全国中地十三万九千国に、国替えの上数をした。文語きつき万国は、そのまま、細川領とされたので三十九万九千国の大名となった。武全国では、全領主である、黒田長政によって年軍が持ち去られており、返還をめぐって、筑前商人を抑留するなど関係がじれている。 慶長七年、千六百二年により、おぎであった小倉城を九州のうとすべく大規模改修に取りかかる。なお、長政が移った筑前国の年貢も小早川秀明によって持ち去られている。その後中津城から完成した小倉城に藩長を移し、小倉藩初代藩主となる。また、雪高を龍王城の城主として同じく弟の高雪を、 河原武城の城主としてさらにまた重臣の松井、安幸を、ひつ城の城主として排し、領内の守りを固めた。慶長16年、1611年3月24日、伏見城の徳川家康のもとへ施行するために、上落をした時に病に倒れた。この時、忠沖に、尺の持病があることを知っていた家康は、本田正澄を通して、 漢方薬の万病炎を忠沖に使わしており、回復した忠沖がその日のうちに家康のもとに施行し、礼を述べている。慶長20年、1615年の大阪夏の神でも参戦する。戦後、松平の名字の歌詞を辞退する。元那6年、1620年、病気のため、三男の忠都市に家督を譲って隠居する。この頃、 出家して三歳修立と名乗った。寛永九年、1632年、忠都市が、無前小倉四十万国から被国が元五十四万国の領主として、数を、違法されると忠都市に四十四万五千国を残し、自らは、八代城に入り、九万五千国を隠居領とし、北の丸を隠居所、本丸には忠置四男の律公を入れるとした。この 忠興に従って、八代軍高田里に移った、上野義蔵と長男の中兵によって、高田焼が創始された。忠興は立皇に、自分の隠居料九万五千国を継がせて立反させる、ことを強く望んでいたようであるが、昇法2年、1645年うる5月に立皇が創生し、忠興も、同年12月2日に死去したため、叶わなかった。臨終の際には、 皆ともが中期戦場が恋色象と述べており、最後まで武将としての心を忘れていなかった。去年83。八代城には、孫で立皇の子、宮松、行皇が残されたが、従兄この熊本藩主、三津直、忠都市の子、忠置の着村はこれに、宇都軍、益城軍内から三万国を与えて、宇都市藩都市、筆頭家老、松尾木長、長岡助渡守。 松井康幸の次男を八代城三万国の城主、正式には城代とした。沖永の後は、忠興の六奥を、寄幸がその用紙となって継いでいる。家臣が記したと考えられる佐藤四祖伝書の中で、忠興は、天下一期が短い人で、反対に気が長いのは、ガモウジであると書かれている。また三秀から丹波平定の際に、 幸福してくる者を無闇に殺してはならぬと、諭されている。足利将軍家、小田氏、豊臣氏、徳川氏と多くの主君に使いながら、細川氏を生き延びさせた、政治手腕の反面、身内の者にも容赦を加えない過烈な側面もあり、関ヶ原の合戦中、父の雄才が居城を敵に明け渡した、詳細は、田辺城の戦いの功を参照ことから一時不和になっている。 また、弟の京本とも不仲であった。単語攻略戦では、同じ足利一門である一色氏を騙し討ちにした末、敗残兵を皆殺しにするなど残忍な手法も取った。一色を貞さに嫁いでいた、忠興の妹の稲荷はそのことを恨み、戦後に兄に切りかかったという逸話が存在する。以上のように短期であったとされる忠興であるが、晩年は角が取れて、 丸くなったという。徳川秀忠から、天下の政務について問われると、過度なるものに丸い蓋をしたようになされませと答えた。さらに秀忠が、どんな人物を登用するのが良いかと尋ねると、赤石の裏の書き柄のような人が良いでしょう。赤石の潮の流れは激しいが、その潮にも生まれた霊は、味が良い,いから、人も人にも生まれたものこそ良き人柄になると答えたという。 情報戦にもたけていたが、その背景には口述のように、東大一流の文化人の一人として、数多くの文化人や大名、苦行たちとの交流が盛んだったという事情があり、同意都市活や、遠赤関係にあった春日局などを通して、多くの情報を得ていたとされる。また隠居後も、忠敏と交互に、国元と江戸を行き来しており、忠敏とは、書状で頻繁に連絡を取っていた。 ちなみに、忠興が生涯で書いた手紙の枚数は、大日本近世資料細川家資料の成果によると、傾長期の書状は少ないが、その後に急増して、合計1820通で、そのほとんどが、忠年宛てのものである。父と同じ教養人でもあり、和歌や農学、絵画にも通じた文化人であった。細川三才茶書という著書を残している。千里宮に支持し、 利休に最も気に入られていた弟子で、利休七明の一人に数えられる。利休が切腹を命じられた時、利休にゆかりのある諸大名の中で見舞いに行った者は、忠興と古田織部だけであったとされる。北のお茶の湯の折には松向庵という名の茶席を設け、それに由来して後年、松向殿と呼ばれることもあった。徳川家康が生在させた。 漢方薬の紫雪に関心を持ち、江戸に詰めていた忠利に頼んで、薬能書付きの古例の製法を入手し、玉、渡るという、お抱え医師の指導のもと、自ら製材している。脈の欠帯を心配する、息子の細川忠利の症状を酌下痰が原因と判断し、命に別状はないから、心配はないと書状を送っている。つまり、自己の体験をもとに、そうであれば、 生命に差し触りのないことなので、心配のないことと解いたのである。徳川秀忠が胸部の表皮に塊ができ、体の方々に移動するという病にかかり、万病園で回復した時に、忠興は薬も急も効果がなく、万病園で回復したのは寸次郎、寄生虫が原因と断じていい。この忠興の余地は、秀忠の治療に専念していた幕府の医師が、 同様の結論を出す5ヶ月以上も前のことであった。食事のあり方にも心しており、偏食を嫌い、その弊害を重視している。息子の忠敏とに、バランスの取れた食事を取るようにいめた書状を送っている。実際に、忠敏とが病にかかった時には、同じものをたくさん食べないように念を押して忠告し、鶏卵が単に良くないこと、暴走に、 アワビが代読であることを指摘している。幾多の合戦に従軍した忠興は、自身の使用する武具にも深い関心を示し、独自の考案を凝らしたが、特に内刀のこしらえ、外装では、ひごごしらえと呼ばれる様式を、甲冑においては、越中具足、越中流具足ないし、三細流具足ともと称される形式を確立した、ことで知られる。 日後ごしらいは忠興が治めていた、片山法棄流や伊術図の東法に適するように工夫されており、刀身と柄を短めに仕立て、片手での抜き打ちを施行している点や、鞘や金具の装飾にも、作藤の詫び、錆びの感覚が反映されている点が大きな特徴である。また、忠興に召し抱えられ鉄場など刀の装具の製作に当たった、林又七、西垣寛四郎。 平田彦像、清水神吾といった、近郊家の家系は、肥後近郊として幕末まで、熊本藩内で続いた。忠興自身が所要した肥後ごしらえの例としては、信長ごしらえや河川ごしらえなどが愛悼家の間でのである。越中不足もまた、忠興が実践での経験を踏まえて、家臣の西村与左衛門、春田又左衛門と協力して、公案、制作した。 機能性に富んだ簡素な構造の統制具足のスタイルである。特に忠興が関ヶ原の戦いで使用したもの、黒い塔土し二枚銅具足は勝利を収めた際の器量ということからご吉礼の甲冑として細川や中で尊ばれ、以後、越中具足は歴代の熊本藩主や藩主の甲冑に踏襲された。性質の卵への愛情は深く、その父、 明智光秀が本能寺の変を起こした時も離縁せずに、幽閉して、類の及ぶのを避けている。フロイス日本史によると島津攻めから帰還すると忠興は、以前より、惜しで悪辣ない京都になったとされ、キリシタンの乳母のごく些細な過ちに対して、鼻と耳を削ぎ、追い出したとされる。このような状況下で、卵は、離婚を考え始める。朝鮮出兵中。 忠興は卵に何通りもの手紙を書いているが、その内容は、秀吉の誘惑に乗らないようにというものだったという。次男の沖明が、大阪の役で豊臣方に協力したため、戦後に忠興は自害させた。家康は、伏見に潜伏している沖明を許そうとしたが、忠興は、自らの意志で切腹を命じたとされる。後継者の三男、忠都氏に対して、家中の者どもは、 将棋の駒と思え。将棋の駒には、それぞれの働きがある。桂馬は頭に負をつかれると、取ることも逃れることもできない駒だが、一枚隔て、筋回飛びの働きをする。それは飛車も角も及ばぬものだ。人も、このように、一つの役目では、不調法でも、他のことで役立つことがある。何もかも、ただ一人でできるものは、百人いてもおらぬものだ。四君たるものは、 このことを心得ておくべきであると訓戒している名称言公録。右の額に陶石で受けた傷、鼻に刃物で切り裂かれた傷があった。妹婿の一式を指定を暗殺した後、一式残党から救い出した、忠興の妹であり、義定の妻である稲荷に対面の席にて会見で襲われ、首に突きつけられた刀を、真一発のところでかわすが、鼻を、 真一文字に切り裂かれたたものとの話がある。額の傷は、ウイジンの白攻めで一番乗りを果たして、信長より感情をもらっており、自慢にしていた。しかし、稲荷の恨みのこもった鼻の傷が残って、以降、大名の間では、忠興の前で顔の傷のことを話題にするのは、タブーとなったとされる。卵、ガラシャとの間には三男二女が生まれているが、後を継いだ忠都は三男である。 忠都は、関ヶ原の戦いに前後して、江戸に、人質に出ており、その際に、徳川秀忠やその家臣たちと信仰を深めてたことも、着手として選ばれる際に有利に働いた。しばらくは、忠都の子孫が着流家として続いたが、若くして死去した熊本藩七代藩主、細川治年には、男子がおらず、養子入りして、着流家、熊本藩主家を継いで、 熊本藩を八大藩主となった、細川仁志ここは、高都市の伊母帝、忠興の四男所立公の系統である、四藩宇都藩からの養子である。したがって最古この子孫となる、それ以後の熊本藩主やその子孫である、細川森博は、ガラシャの血を引く高都市の男系直系子孫ではない。なお、ガラシャとの間に生まれたタラは、稲葉一通の性質となり、その子孫は、人公天皇につながる。 稲葉智則警府を参照。忠興の後を忠都氏が継いだのは、長男の忠敬が拝着されたからである。忠敬の性質の千代は、前田利家の娘であったが、関ヶ原の戦いの際に、ガラシャが大阪屋敷で自害した際に千代は脱出して、生き延べていた。忠敬はこれを咎め、千代を離縁して、前田家と縁を起きるよう忠敬に命じた。しかし忠隆は千代をかばい、 利縁を承知しなかったため、忠沖は忠孝を追放、廃着とした。そのため後に、忠孝は、千代と長男を連れ、祖父である雄彩を頼って、京都で隠居した。次男の沖焼は、一時おじの京元の養子に出されていた、背景もあって、やはり着手とされなかった。これに不満を抱いた沖焼は、慶長十年、1605年、忠都に代わって、 江戸への人質に出される途中で川やから出奔した。その後、玄長年、1615年の大阪夏の陣で、豊臣方に組みしたため、戦後に父の命を受けて自害を余儀なくされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。